まず林さんがその文章を書くということについて、小説とエッセイとはすごく違うと思うんですが、はい、まあ、私あの 週に2本エッセイ書いてるんで、週刊誌で、はい、これはすっごい大変なんです。やっぱり ネタをこういろいろ考えながら生きてるところが、うん、毎週毎週よくあんなことが林さんの身の回りに起こるなと思いますよね。本当に起こるよね。でもどうですか、書いてるとやっぱりそういう面白いことって自分の身に降りかかってくるでしょ、うん、でも僕毎日書いてますから、ね、あ、そうかそうか、毎日書いてる。もうなんかちょうど1年ぐらいノートっていうサイトで、はい、勝手に僕毎日文章書いてる、週刊で出してるメルマガとは別に毎日コラムで、うん、書いてある何文字ぐらいは2000文字ぐらいですかね、うん、よく書く、毎日ありますよね。毎日よくネタがあります。だけど例えばあのちょっとコロナでうちにいたりすると書けないじゃん。あ、僕だからあの全然コロナ無視です。コロナ無視、コロナガン無視でした。ガン無視だった。あ、ガン無視でした。海外に行けなくなったぐらいです、ね。まあ、ネットでよくね、ネットで評判になるけども、うん、私が書き始めてもう37年だけど、はい、なんでこれが引っかかるんだろうってびっくりすることありますね、うん、まさにその辺 あの表現の部分っていうのはね、うん、本当相当あの変わってきてるとは思うんですね。そうなんです。ちょっとね、羨ましがるようなことを書くと、はい、自分がいい思いしてこんなこと自慢げに書くとか、うん、必ず言われて、うん、ちょうど出てきてます、はい、そうですね。林さんは今までの、 あの、はい、形でこうエッセイを書いて、まあ、はい、あの週刊誌に書いてるわけなんですけど、その文章がこう切り取られて、SNS などで炎上するみたいなことですよね、はいはい。まあでもこの辺は僕は逆に言うと、そのネットの空気感みたいなものをすごい敏感に感じ取ってるんで、こういう感じには書かないですね。お、もう絶対書かないです、うん、僕はこういう感じで炎上することないんですよ、うん。これは絶対賛否両論だから、ええ、よりは賛よりも絶対非の方が多いなって分かって書くことはあるんですけど、はい、分からずに書くことってあんまないですね。お、そうなんだ。で、例えばさ、ハワイに行くたびに中国人が増えてて、あのずっと今までさ日本人のね、うん、英語と日本語のでだった島がだんだん中国語とハングル語になってて、嫌、うん、だなと思った時はどういうふうに書けばいいの？嫌だなって思わないと。いや、思っちゃ嫌だ。そう、思っちゃ、思っちゃ。それはだからなかなか難しいですね。僕なんかあんまりそういうこう、なん、まあ、なんてまたグローバリズムだとかなんと言われるんだけど、僕割とその人種差別もしないし、うん、中国人でもいいやつはと悪いやついるし、うん、日本人も結構いいやつもいるけど悪いやつもいっぱいいるんで、うん、まあ別にいいやつだけが周りにいればいいやと思ってる感じなんで、そういうふうには思わないですね。あ、なるほどね。私なんか日本が国力下がってて、はい、ハワイだけが唯一まだちょっと日本人専用でいてくれよと思う気持ちなんですけども、うん、まあ、そのニュアンスは他の文章で書いてるんだけどね、はいはい、他のところで。だけどこう一行、いやでもダメですよ、うん、もう一行これは批判されますよ。絶対批判されます、うん、批判される、うん、もう分かります。それはいや、あ、そう、だから僕絶対書かないです、そういうことは。そういうことは書かない。そう、僕はだから全然あの、うん、本当にだから、うん、本当に分かんないなっていうことはほとんどないですね。もう意図的に炎上するなと思って炎上させてるかですね、大体それですね、うん。で、最近炎上したの何ですか？餃子ですね。はい、餃子。要は僕がそのフェイスブックに書いたことでいたずらの電話とかが山のようにかかってきて、もうなんか精神を壊してしまって店が開けられませんとか言うわけ、それで大炎上して、今度はホリエモンが店の名前を晒したのが悪いみたいなこと言われて、それで大炎上したんですよ。怖いでしょ。どうですか、林さん、この話を聞いて。いや、なんか昔田中康夫さんという人がいて、はい、あの今もいますけどね。あの人もネチネチさ、あのなんていうのかな、実名上げてさ、こう自分に気に食わないことした人、朝日ジャーナルなんかでよくやってたんだよね、はいはい。だけどその時はこう朝日ジャーナル読んでる人ってもう割と限られてるし、ある程度のレベルの人たちだから、これまずいだろうと思ってもね、なんかね、彼の味方つかしてたなとか思って、なんかわかるよみたいな、なんかね、当時はまだ心に余裕があったせいか、みんなこういう世界もあるし、こういう考え方もあるんだなって、寛容だったなって思いますね。建設的な議論が行われたんですよね。そうそうそう、多分ね、あれなんですよ、そこがもう今回の多分話のテーマなんですけど、これまさにそうだと思うんだけど、本を読む人と、てか本を読める人と読めない人っていて、ネットは読めない人もたくさん見てるんですよ。でこれはもうツイッターで僕は死ぬほど炎上したんで、読めないんです。
だけど文字は読めるんです、はい、正確に言うとだから読めちゃうんです。それは習ったから、小学校で習ったからね、読み書きはできるんです一応、はい、だけどそこに何が書いてあるかは実はよく分かってない人が結構いるんです。あ、分かります。あの読解力は本当にないんですよ。そうで、それがどうやら話し言葉だと分かるらしいですよ、うん、はあ、なるほどね、うん、話し言葉だと、うん、頭に入ってくるけど文字は入ってこないらしいんですよ、うん、ちょっと私たちのお仕事本当上がったりですよ商売。もともと上がったりなんですよ。ええ、上がったり、いや上がったりって言ったらあれなんだけど、もともと多分まあどうだろうな 20% ぐらいですかね人口の、うん、もっと少ないかもしれない。15% とか 20% とか、もう日本の人口減っていくのに、うん、そのぐらい読んでる人が 15% か 20% で、うん、それと同じぐらいの人口減ってくるんです。ただね、ただこれはいいんですよ、ええ、みんなその読めないことを隠してるんですよ、はい、隠せるじゃないですか、はい、これ文章読んでみろって言ったら読めるわけだから、はい、読めますよっていうわけですよ。だけど実は紙の本の僕たちのような字を書いてる本を出してる人は、うん、実は読めない人もマーケットに入ってたんです。ほう、だから僕多分僕の本も 20% ぐらいしか読まれてないと思ってるんですよ。でもなんであんな売れてるわけ？あのインテリアアピールしたいからです。インテリアアピールしたい、はい、本が本棚に並んでたらこの人頭いい人だなと思われるじゃないですか。昔の全集みたいなもんですかね。昔の全集みたい、うん、なるほど ねだからようやくサイトのフライヤーって知ってます？知らないです。あ、ようやくサイトはフライヤー知ってます。なんか、うん、あの今すごくみんな見てる、うん、読んでるみたいですね。そうで、フライヤーがなんで流行ってんのかって分かんなかったんですよ、はい、だこんなんでようやく読まれちゃったらもう売れねえじゃねえかよって言ったら、そのフライヤーのやつが大丈夫です、みんなあの本棚に本置いてるだけなんで、あのそのね本棚に置くってことですけど、まあそういう方たち、まあ、ワンルームに住んでてそんなにお友達来るとも思えないでしょ。彼女やお友達も、いやいいんです、もう一人でもう彼女とかに 見られたいそれよりさ電車の中で、うん、読んでくださった方がなんか知的なイメージあるんじゃないですか、うん、それはダメなの？もう今電車の中では持ち歩かないですね、 Kindle とかですね、うん、だから電子書籍になると林さんの本の売り上げは激減するんです。いやいやいや、で僕分かったんです。だから炎上してる理由は読めてないんですよ、うん、僕が書いてる文章なんか読めてるやつで 20% ぐらいしかいないんですよ、うん、だから理解ができてないから。でも理解できなくても買ってくださるのって最高じゃないですか。そうなんですよ、最高なんですよ。いいお客さんだったんだけど、うん、ネットになるともっとなんか買わないようなやつまで来るわけですよ、うん、僕のお客さんじゃない人が炎上させてるんですよ、うん、あーそうなんだ。そう、僕のお客さんじゃない客でもないやつになんか文句言われてもう散々ですよまあ通りすがりの人ね、お客でもないけど、でも読めてないんですよ、文章読めないから、明らかにこれ読めてなくて僕を批判してるなって思ってますよ。確かになんか前提知らずにその言葉だけ取っちゃってそういう風に、まあ、そうそうそう、ターゲットしてない人が炎上させちゃうってあって、でもそれってネット上だともうなんかみんなに目に触れるからしょうがないことで、うん、だから例えばね、うん、なんか芸能人とかが、うん、あのマスクレスの写真を今上げてるとするじゃないですか、うん、そしたら写真を撮る時だけマスクを外しましたカッコみたいな感じで書いてたりとかする、うん、ないと、うん、もう脊髄反射しちゃって、うん、うわマスクしないじゃんかってわかります。林さんご自身のその文章を書くときに そういう炎上があるっていうことを、うん、こう炎上してしまうリスクっていうのを考えながら表現を変えたりしてるんですか今。